数学で使える英語表現パート2を始めるのだ今日紹介する表現はこれなのだ性質 P を満たすか満たさないかの2つのケースに分ける特に数学の文脈では分けて証明するという意味になるのだ場合分けする際に書いておくと証明がすごく読みやすくなるのだみんなも使ってみるのだ最後まで見てくれてありがとうなのだ